節約大全の小町です。ロンドンです。ロンドンさん、はい、やってきましたね、この回が。やってきました。2週間ぶりに。なんだっけ、この企画は。会社のお金を使って SFC 会員になろうの企画です。よっ。ロンドンくんさんが会社のお金を使って SFC 修行を下脱しようプロジェクト。だから今までの流れとして ANA の上級会員の資格を取りますと、そのためにはどういう動きをしていったらいいのかなという話をいろいろとしてきてカードを作ったんだよね。はい、ANA カードね。 ANA ビザワイドカード作りました。あと三井住友カードの話をしたんだっけ。ゴールドカードを解約をするお話をですね。ゴールド、そうか、ゴールドカードはあれ100万のやつやってないかったんだっけ。やってなかったです。そうそう、だからどうしたらいいのかみたいな。前の動画って何だっけ、何して終わったんだっけ。解約しました。で、言って今までのクレジットカードの動画を。ああ、なるほどなるほどなるほど。だからそれで、そうだね、前回はだからナンバレス、三井住友のナンバレスが結構いいでしょっていう話になったのか。はい。で、そうコメントももらってたじゃん、そのナンバレス作りましたとかさ。一番俺思うのは聞かれるじゃん、そのコメントでもあったけど、楽天カードはどうですかとか、どのクレジットカードがいいですかみたいな。その人によるから、あなたの一番価値を感じるもののためにクレジットカードを選びましょうっていうところだから、その還元率大して変わんないんだよね。1% ぐらいになんかちょっと収束するというか、まあ、マイルに変えます、ホテルのポイントに変えますとか言って、そのポイントがなんか絞られてれば絞られているほど還元率がちょっと高くなるみたいなさ。用途がまあ限られてれば限られてるほどちょっと良くなるし、現金に近づけば近づくほど下がっていくんだよ、還元率みたいなのは。それはもう企業がお金を払っているわけだから、広告費の中からそのポイント分のお金を捻出して皆さんにポイントを還元してるってことだから、企業の固有の自分の経済圏の中でだけ活動してくれれば、それはちょっとぐらい還元率が上がってても問題ないわけだし、広告費として。だけどそれがこうどこに使われるかわからないようなポイントになってしまった、自分のところでまたこう帰ってきてくれないようなポイントなのであれば、だから現金に近ければ近いほど、自由度が高ければ高いほどやっぱ還元率が下がってくるよね。そのいつも使っているもの、いつも自分が利用しているもののポイントにするのが一番いいです、そういうクレジットカードを選ぶのが一番いいですよっていうことなんですね。昨日もその言ったじゃん、遠野に。そうですね。ね、その時に向こうのさ、カメデチャンネルの編集さん、カメラマンのさ、高澤くんとか、はい、言ってたじゃん。そうそう、ヨドバシのゴールドポイントに全部こう集約して3年に1回それでポイントで iPhone 買ってますみたいな。そこに価値を感じるんだったらそれにすればいいです。で、まあ絞るべきだよね、そこを集中するっていうのが大事なので。節約大全らしい話になってきました。節約大全なんです、うちは。だから本当は俺が ANA のマイルを使ってドバイにイクイノックスの応援に行くみたいなのができれば一番いいんだけど、それをやってるのはタッチャンネルさんであって俺ではないっていう。はい、タッチャンネルさんが節約大全。そう、タッチャンネルさんが節約大全で、俺は違うんです。俺はもう割高なツアーで行きますから。安全第一ね。一泊4日で40万。高いよ。名壇競馬場のあの観戦のチケット、あれも込みで。込みで。込みで40万。本来いくらぐらいのものなんですか、それ。定価が5万いくらですね。僕だったらプレステ5買うかな。多分イクイノックスじゃなかったらドバイに行かないんですよ。イクイノックスはもう限りなく勝てそうだから行くっていうことで。そうグローリーベイズだったら行かないですよ。まあそこもさ、やっぱ一口もそうじゃん、どこに価値感じてやってるかみたいなのが違うから、そう、自分が出資した馬を全部追っかけて現地に応援しに行って、口取りがしたいですみたいな、そこに名前も付けたいですみたいな、全部自分が関わりたいですっていう人は全部そこまでフルパッケージで追っかければいいし。ちょっと脱線しますけど、はい、ドバイの口取りはあるんですか。いや、ないでしょう。多分ないと思うよ。あれ、かぶった小橋先生は見れないっていう。ないでしょう、それ。かぶってなかっただろう、別に。あの日本人。そうですね。向こうだけだよ、かぶって。向こうの人だけだよ。ロンドンは、そう、ロンドンとか、まあ、俺もそうだけど、ANA が好きだから。いや、違うな。ANA の上級会員っていうのにも特化してるから、ね、カードも ANA だし。なんで、それは楽天カードじゃないんですかって言われたら、いや、そこに価値を感じてるかどうかだけだからね。今のロンドンは、SFC 会員の資格を取るためにそこにこう集中してます。選択と集中なんで、全てだから、別にそれは来年になったらもう全部終わって、スーパーフライヤーズカードが作ってしまえば、もう一枚サブで、三井住友のナンバーで買えますみたいな風でいいわけで、なのでそこはこうお間違いのなきように、何が一番いいみたいなのはあなたによりますから。あなた次第ですっていうことね。
いいんだよ、解約ばっかしてんだから楽天は。なんかまた解約するだろ、あれ。なんかブックスのなんか上限がさ、1000ポイントになるんだっけ ?1 ヶ月の。楽天は相性が悪いね、全く。なぜか。相性が悪い。なぜか楽天カードだけ作れないんだ。ああ、そうだね。あ、俺の楽天、うちの会社が楽天銀行の口座をなぜか作れないのと一緒で。メガバンクは作れるのにね。うちはこの辺にして。具体的に SFC 会員。夢見てるだけで実際どのように動いていったらなれるのか、うんうんうん、そのじゃあ俺がじゃあ俺は2019年に修行して、うん、SFC 修行の動画があるんですけど、シリーズが4本ぐらい、その時にも話をしたんですけど、記事があるんですよね、僕のその体験記事が。なのでまあそれをですね、概要欄に貼っておきますので、それを見てもらうとどういうものかとか、どうやってやったのかとか分かるかなと。一番大事なことというか、その SFC のSFC 会員になるために、じゃあどれくらい結局お金がかかるのかって言ったら、まあ大体ね、おおよそ50万目安見とけばいいと思うんですよ。現金で全部やろうと思ったら50万円かかります。はい。沖縄をプレミアムクラスで往復、9往復すると取れる。5万PP がゲットできると。9回行くのに、まあ大体、早めに予約して、株主優待で行って2万5000円くらいだったっけ。はい。プレミアムクラスね、片道2万5000円なので、まあまあまあ往復5万ちょっととして9回よ、45万から50万の間ぐらいってなってますけど、まあ、それをこういかに自分のこう持ち出しをこう少なくするかとか、ね、現金をいかにあの使わなくていいようにするかとか、ちょっとでもその航空券の単価を下げるかっていうところ、まあそこですよ結局、もうそこにこう集約されていくわけです。安く下脱したい、またはいろいろなことを楽しみながら下脱したいみたいな道は、こういろいろなアプローチがあって、海外に行くのは現実的ではないので、海外の修行もあるのよ。うん、なんか読みました、シドニーとか、はい、シドニーとかシンガポールとかね、シンガポール、うん、この話になるとタッチャンネルさんの話ばっかりするけど、タッチャンネルさんはシンガポールタッチ、うん、効率がいいですよね。1回にこう得られるポイントがでかいから、はい、なんかトータルの金額がね変わらなければやっぱり少ない方がいいわけじゃん。そうですね、うん、だからまあ、国内だったら沖縄のプレミアムクラスっていうのが、まあ、一番こう大きいので、なんか自分は散らしてみようかなとは思ってるんですけど、飛行機で稚内に行ってみたい。そうですか、稚内ね、はい、いいんじゃないですか稚内。はい、まあローカル空港攻めをしたいなっていうんですか。まあ、なんかそうでもお金かかっちゃうんですよね。そうそうそう、だからその効率みたいなのもやっぱあんのよ、うん、その記事書いたかもしれないけど、もうなんか北京なんか本当に行くもんじゃない、はい、動画で前やったあのやったね、そうそうそう、あ、北京、いやだからその PP の PP 単価も効率も悪いし、ポイント全然たまらないのに、さらに食中毒になったし、あと、そうですね、これは動画、こちらです。また出すんかい。これは子供に見せても笑うからね、パパ死んでるね、ケンジの台にしか見えないです、ベッドというより、いや、本当だよね、いやー、しんどかったな。じゃあ、選びつつも、たまに自分のためになるような。そうそうそう、なんかそれがなんかそこどこを取るかだよね。節約大前的にこうもう節約っていう風に振り切れば、やっぱお金が一番かけないようにするためにはどうするかみたいなことにこだわってる人たくさんいて、検索すればいっぱい記事、まあ、最近個人ブログが出てこないんだよあんまり、うわクソだから何にでも噛みつくな。それこそそうだよ、2018、俺2018年に準備して2019年に修行してっていう風だったんだけど、その2018年あたりってやっぱ調べたらめちゃめちゃその個人ブログとかが出てきて、たくさん出てきたから、そういろんな人のやつ見れて、じゃあどうしようかなみたいなのが考えれたんだけど、今全く出てこないからね、その有名な人何人かのやつしか出てこないんで、確実になっちゃうじゃん、やることがこうやってやればいいんだって言って、もうこの方法だけみたいな感じになっちゃうから、そうするともうさ、沖縄のチケットが全然取れないとかさ、1月と8月にプレミアムクラスの座席の開放っていうのが1月と8月なのよ、1月の終わりと8月の終わりで、ちょうどもうこの間開放されちゃったから、はい、今タイミング悪いんだけど、これを2月1日の昨日に聞くというそう、今普通席はもう300何日全部1年間全部ずっと1年前から予約できるんだけど、プレミアムクラスの席に関してはスーパーバリュープレミアムだっけ、はい、それの割引の大きい席に関しては年に2回開放っていうことになってるんで、その日にそのダイヤモンド会員から順番にこう時差で開放されるのよ。ステータスを持ってる人はさらに早く安く、 J リーグのチケットみたいなもんで、まあそんな感じだよね、 J リーグもそうだしベイスターズもそうだよ、結局そういうことです。もう本当にもう集中してるんだよ、集中してるから、むしろだからそのロンドンが言うみたいに散らしてやるみたいな方を考えた方が
安く取れるかもしれないね、チケットは。チケットの価格が一緒じゃないっていうのがそもそも分かんない人もいるかもしれないけど、全然違うんですよね、その取る時期によってとか、あと時間帯ね。だからみんなね、朝の6時に修行僧の朝は早いって言って、朝の5時とかに、羽田空港の暗いターミナルの写真をツイートするっていうのが流行ってるんですよ。ちょっと相入れないですね、私。それのプレミアムを、半年前に取るのが多分一番安いんで、で PP 単価が高いから、一番効率がいいのはそのオフピークの時だから、1月2月3月まで、3月までの沖縄っていうのがもうオフピークで一番安いの。だからもう本気の人は1月2月で、毎週沖縄に行って1月2月の8週間で終わらせるっていう。そうすると事前サービスっていうのがあるから、まあそこにも書いたんだけど、記事にも書いたんだけど、2年間ね入れるので、前の年の8月にプレミアムクラスが解放される時を狙って、はい、1月と2月の石垣島のチケットを毎週予約しますと、はい、で全部押さえといて、でもう PP 計算はあらかじめできてます。だからもう5万ポイントはきっちりここで2月のこの日に取れますっていうのをもう決めといて、はい、なんなら毎日やるからね。一番すごい人はもうなんか1月5日から休んで、確か1月5日6日かな、その正月の繁忙期が終わった瞬間めちゃめちゃ安くなるから、1月の6日から、もうなんか1月15日ぐらいまでで日程組みましたと。毎日行きますね。なんなら沖縄2往復ですからね。聞きながらドン引きしてます、ね、SFC 会員になろう企画2024にした方が、まあまあ準備するっていうんだったらその方がいいかもしれないけど、ただ前回も話したかもしれないけど、ちょっと制度が変わる、会員が増えすぎて JAL がどうのこうのみたいなコメントももらってたじゃん。そうですね。そうだから変わるかもしれないから、早めに。そう、あとコロナからのその需要の回復っていうのがどんどん今から来るからさ、そうですね。そうなってくると今年はもしかしたらその PP 倍付けキャンペーンやるかもしれないけど、まあ、来年になったらもっと可能性低くなるだろうし、みたいな、そういうところなんですよ。だからその倍付けキャンペーンもあるから倍付けキャンペーンの時期を狙った方がいいねとか、自腹を切るよりも何か出張のいやそうそうそう、まあ、だからそうだよね。だからその北海道に行こうとかさ、はい、琉球競馬っていうのがあるんで、沖縄でね取材をね、はい、そうです。皆さん興味ありますか、琉球競馬に。興味があるっていうコメントがじゃああったらそれ一回行ってみようか。そうですね、興味ありますよね。見てくれるならね。それがさ、再生回数400回とかだったらさ、お前おいっつって絶対回してください。もう何回でも見てください。せっかく行ってあるから。でもまあ一回行ってみたいよね。それは結局その修行っていうのに特化するか、本当に効率と節約とみたいなのに特化して、もう学生さんとかがやるやつだよ。テスト期間が終わった後とかに、はい、俺学生の時にそんなの知らなかったけどね、上級会員の話って。そんなの全く知らなかった。知らなかったね。でもなんかいるのよ、20歳とか21歳大学3年生ですみたいな人とかさ、人生楽しいかそんなことで。効率で文化祭かなんかの売り上げを全部負けに突っ込むみたいなね、そっちの方が楽しいような気もしますけどね。カネさんには言わないいないんだ、まだ病欠だからさ。はいはい、すげえ働いたんだけどね、みんなね。僕は節約大全編集っていう立場ながら、あまり節約に特化したそうそうそう、だからどれくらいのレンジというか、どこを許容できるかだよ。それも本当に人によるから。節約にハッピーをプラス。久しぶりに聞いたでしょそれ、はい、久しぶりに読んで、いやいいこと書いてあるなこの記事、すごいわっていう、はい、すごい小ネタがいっぱい入ってるで、あとはですね、マイルじゃないですか。結局この記事もいっぱい書いたんだけど、どういうふうにその自分お金を捻出するか、まあ50万円かかります、それ50万円が30万円台でいけるっていう話もあったり、その1月にねまとめてやれば、で早くチケット取って、とにかく安く早くっていうのを考えれば、はい、その30万円台30何万円って下脱できましたみたいな人もいるんだけど、まあまあそういうのはちょっと置いといて、まあ50万円としてその50万どう捻出するかだから、50万円のうち、マイルで何十万とかさ、マイルをスカイコインに変えて30万マイルぐらいあれば 1.5 倍で45万円分のスカイコインになるわけだよ。だ30万マイルをどう貯めるかみたいな。30万マイル、そう、じゃあ3000ぐらいしか、3000、4000今ね。だってさ、俺がずっと誘導してんのに、ロンドン今レンタカー代払うとか言って、カード払う、いやいいですって、お前マイル貯めたんじゃねえのみたいな。いやビビリなんで、もうアプリ開くたびにびっくりしたの、総額が上がってくと怖くてすごい気使ったと。昨日だからレンタカー乗ってさ、自分のカード出してその ANA のロゴ見た時に思い出したんだよ。あそうだと思って、あいつマイル貯めてたもん。あちょロンド払う、
いいです。真顔かよみたいな。めっちゃ真顔。いや、いいです。企画やってんのかってぐらい何も考えてなかったんで、申し訳ないですけど。ね、せっかく経費で決済できるんだから、はい、ちょっとビビってんだよね。なんかそうアプリのこうなんか支払い額が、いや庶民はね、増えていくのが体重が払うんだ。それはそうですね。資金具合がすごいですよね。それ2回あったよね。高速代もさ、はい、払うって言ったらさ、いや、あっ、いや、いいですみたいな。なんで毎回真顔なのみたいな。そのまあ帰りのね、あ、そうそう、新幹線代をね、新幹線代が払いましたが、はい、もうあのさ、エキネットだよね。あのエキネット、あれ本当にあれ良くないよね。何にも出ないんだよ。ダメです。そう、 JR 系 YouTuber の人いるじゃん。 JR e ポイントをさ、めちゃ貯めてる人だから、あの俺たちは飛行機だけど、はい、いるのよ JR みたいな人が。そう、 JR e ポイントの方がなんか飛行機乗るより電車の方がいいですみたいな人、新幹線の方がいいですみたいな人とかもやっぱね。東京大阪って飛行機でも新幹線でもまあまあトータルの時間考えたら同じぐらいだから、ライバルなんだよね、その新幹線と、東海道新幹線か飛行機か、だからその飛行機の方がいい、新幹線の方がいいみたいな。どっちがいい、大阪行くの、移動っていうところだけを見て、そのマイルかどうなみたいな置いといて、飛行機がいいか新幹線がいいか、大阪に行きます。新幹線かなだよね、はい、って言うんだよね。まあ空港遠そうですし、中心地から。昨日盛岡行くのももうしんどくてさ、新幹線で2時間とか2時間半とか、はいはいはい、飛行機1時間だよ乗ってる時間、その後の移動を考えると直の方が楽かなっていう。動いていた方がいいんですよ人は。そうですね。だってさ、あの人、はい、あれだよ、ロンドンの大好きなあのサッカー選手元、はい、J リーグ開幕の頃の人、ベルディの人、月柄正宏、誰それ。男は狼です。あ、武田じゃなくて北沢。そう、その長い人、北沢だっけ、はい、髪の毛の長い中盤のダイナモ。知らないよ。中盤のダイナモっていうあれなの。はい、そうそう、あ、そう、その北沢さんね、はい、会ったことあるけどさ、飛行機、はい、やっぱあれだよ、東京、大阪は飛行機。北沢さんは、うちの息子が CA さんに、はい、お姉さんって話しかけてるので、将来楽しみだねって言って帰ってたよ。中盤のダイナモ。中盤のダイナモが帰って、はい、将来楽しみだねって言ってもらって、いい話ですね。普通に今思い出したんだけど、はい、ああいう人たちはプレミアムクラスだから、はい、藤沢先生に会ったのもプレミアムクラスだし、はいはい、函館開催の藤沢先生が泊まりで、サンクトゥエルはいいよって言ってたっていう話、どっかでしたよね。どっかでした。うん、そうそう。言えないけどっつって、某リーディング調教師みたいな。はい。もう引退したから OK なんですか。藤沢先生です。元先生。藤沢先生。そう。テニスだったかな。とりあえずなんかディープインパクトサンクで弱い馬がいたのよ。はい、藤沢厩舎に入るからあずっつって勝った馬が厳しいねって言ってたもんね。違う。全然違うじゃない。そうそうそう。まあ頑張ってんだけどね、ちょっと厳しいね。まあ当たり前だけどさ、それ現場の人は分かってるからさ。現場の人は分かってると思う、すごい痛感します。そうそうそう。で、こういうことを、こういう居酒屋で話すみたいなことを出すから、お父さんで炎上するんだろう。そうですね、みたいなこと言うんじゃねっつって。まあ炎上したかな。マイルって、うん、そもそもいつスカイコインに交換したらいいんですかね。使うタイミングでやった方がいい。だからその計画を立てて使う時、マイルってその期限3年なんだけど、それをスカイコインにした瞬間そこから1年になっちゃうんだよね。だからマイルにしといた方が長いわけ。そうですね。じゃあ使う時に下ろすみたいな感じ。そうそうそう。それからもうギリギリ期限が切れそうだからスカイコインに変えるって言ったら、そこからまた1年延長になる。そうそう、そういう風に考えておいた方がいいです。で、あとマイルからスカイコインのレートも持ってるカードによって変わるんで、 1.5 とか 1.6 とか 1.7 とか、はい、うん、そうです。それも SFC 会員とかプラチナメンバーとかだったら 1.6 とか 1.7 だし、あとはカード持ってるカードによってペイペイかゴールドかでまた変わってきたりするし、それはまあそうだよね。まあそう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 。で、俺なんか去年倍付けキャンペーンあったから8万 PP いったんだよね、そういえば。っていうことはあれがもらえるんだよ。あれですか。スイートラウンジの、はい、ダイヤモンド会員だけが入れるはずのスイートラウンジの利用券みたいな、3回3チケットがもらえるから、はい、ANA ラウンジはその SFC とかプラチナの人が入るところで、はい、スイートラウンジっていうのはダイヤモンドの人が入る余裕のあるところがあるんだけど、
ただただビールが飲めるから来ただけなんで。あったでしょ。いや普通にこう入り口が分かれてて、ああそう同じとこなんだよ。でもそうなんですね、うん、あの軽食とかこう食事もある。へえー、すごい。普通のラウンジはあのね美味しいおつまみしかないでしょ、食べ物、ね、食べ物は、うん、ね、行けばいいよ、その琉球競馬の時に。琉球競馬琉球競馬とは、うん、沖縄の古式競馬である競馬である琉球王朝以来の沖縄の伝統文化であり、速さではなく美しさを競う、そんなにロンドン君にぴったりな競技あります。その次は宮古競馬に行って、宮古島に古式競馬を見に行ってやってるのかね、見てみたいよね。ちょっと見てみたいですね、うん、まあとにかく古式競馬云々はいいとして、いやまず修行の第一弾を決めなきゃいけない。藤原に行く気ないだろうからなでも沖縄とかね一回行ってみればいいよね、そのどういう風にあのあれがポイントが貯まるかとかさ。1月22日終わっちゃってんのか。何が競馬、琉球競馬あ、やってたの。やってましたね。1月の22日に、はい、1月22日と沖縄にいたよ、あのヒルトンに泊まった時。ああ、まあまあなんかそういうのもいいんじゃない。ちょっと一回さ、はい、だからそれ組んでみないよ、いつ行ってどうのみたいなさ、開始するっていう。開始しましょう、うん、3月どこかのタイミングで沖縄かな。まあなんかいいアイデアあればそうなんだけどね、やっぱでもね、沖縄に9回往復すればプレミアムクラスで、あの下脱ですから。あ、取り忘れたっつって何回も行く。あそこ取り忘れたわ。何よだよ9回まあそんな感じでちょっとね、3月はい、3月中に沖縄に行く。行きます。ロンドン沖縄行く。頑張って企画を考えて、なんとか出張という連絡にしなきゃいけないところでいいアイデアあればもうホテルレビューもなんかあるので、ホテルは任せてマリオットで、じゃあ、はい、出張で行くなら、はい。じゃあ、あと1個、そうそう、だからそのマイルをね、30万マイルぐらいをどう貯めるかっていうあれだけど、はい、やっぱそのカード決済もそうだし、お金使うのも使ったりとか、飛んだりとかとか、まあフライトマイルももちろんあるじゃん、うん、飛べばマイルも貯まるっていうのあるんだけど、ね、やっぱ一番は、ポイ活ですよ。ポイ活なんでそんなポイ活どこから出てきたんですか、そのドライバーは。ポイ活ですよ、もうあったからさ、ポイ活みんなね、いろいろあるじゃん、なんか何十万マイルを1年で貯めた方法みたいな、秘密みたいなさ、あ全部ポイ活ですから。ポイントサイトでまあいろいろやってね、節約対策もやりました、ポイ活を。かなりそうですね、クレジットカード使った時に、そうそうそう、だからそのクレジットカード作って何万ポイントみたいな、でそういうのを全部いろんなところを経由してマイルに変えるっていう。マイルに変える、そうか。そう、それをやるのがやっぱ一番なのよ。はい、全部馬券になりました。なんだよ馬券なんか買ってんじゃないよあ、一番アホやることだ、馬券なんか買うのは。グローリーベース10万とか。ほんとだよね、もうポイ活か、ポイ活何したらいいですか。だからポイ活もそのやっぱカード作ったりとか、はい、資料請求したりとか、はい、そういうやつなんだけど、はい、クレジットカード作って解約みたいなのが一番いいよね。だから俺もそう、D カードゴールドとかさ、それでポイ稼いで、まあ、動画もやったけどさ、はいはいはい、結構それでカード作ってポイント貯めてみたいな。あ、そうですね、やったよ、うん、あ、それをこうやるのはいいんじゃない。で、まあね、キャンペーンがとやっぱりやってたりするからさ、そしたらそのポイ活界隈がざわつくじゃん。そうです ね今このポイントが熱いみたいな、そういうのをちょっとチェックしつつやるみたいなのは大事なんじゃないかなと。まあまあ結局そういうのをこうね、毎週お得情報とか絡めて経過報告みたいなのをやっていけばいいんじゃないですか、この企画は。そうですね、我々は面白いものがあればね、話してもらって。何ですかね、プレミアムポイントと交換できるミヤギポイタンみたいな、内臓だったら5万もらえますみたいなもらえるんじゃねえ、ごめん、本当に5万で内臓5万 PP で内臓を差し出すのかみたいな話だけどね。人数ぐらいやったらね何も出してこないから、編集に追われて。しょうがないから、じゃあちょっと SFC のさやつさ、ちょっとじゃああれやろうかみたいな、俺が出してくれんけ、企画を。ありがとうございます。あとはだからもうね、使うお金を極力削って、はい、でもうポイントに寄せていくみたいな感じなんじゃないの、節約的なマイルのため方。まあ、じゃあ一口マルシクラブもちょっと断捨離をして、俺より先に、はい、なんかおすすめのポイ活とかあれば、逆かこっちが提示するのか。そうだよ、動画はなんかありますか、なんで聞くの人に。昨日びっくりしたんだけどさ、その昨日遠野行ったじゃん。じゃあだからさ、盛岡行ったじゃん、あれ新幹線でしか行けないじゃん、あの東京からだったら、う
だからどっか挟めばいいんだよ。九州に一回行って、はい、どこだっけ、なんかどっかからしかさ飛んでないとか言って、花巻空港、はい、花巻空港に行って、それで遠野とかさ八幡平とか寄って帰るみたいなやつがあればさ、そうですね、すげえ出張できるじゃん俺たち。そうですね、これがいいのかわからないですけど、いや全部仕事ちゃんと撮影して、撮影で飛べば何も問題ないわけだから、はい、必要経費として認められるわけだからさ。スイカに何にも記載されてないから、あれ一人で、うん、だからロンドンにじゃあ買っといてって買ってもらって、俺がじゃあ一人で行くとかになった場合めちゃめちゃ怖いよね。そうです、ね、だって俺のとこ何も来ないじゃん。そう、 IC に紐付けしてるはずだけど何にも表示されない。そう、席も分かんないんだよ。あれ通知ないと、僕支払った僕もすごい不安でしたよ。全然関係ない担任にね数字取られてる。ああ、そうそうそう、あれホントうまい。あの JAL の JAL じゃないや、JRE ポイントを貯めてる YouTuber の人、ホントなんか何とかしてくださいよ、あれ言ってくださいよ、有名な人。そうですね、エキネットとスイカちゃんと紐付けてほしい。そう、なんかね来てほしいよね。バッてあのグリーン券買った時でさえあれ出るんだからさ、東京横浜未使用みたいな感じで、うん、ちなみにその出張に行った塔の動画出ますので、ね、ああそうね、なんかその塔の人がね、えこれ編集で使えんのみたいなね、はい、これが動画になるのみたいな、はい、まあもうロンドンマジックを見せるしかない。そうですね、チャンネル登録もしてくれたんであの場で、はい、ということで今日の動画が面白かったらぜひお願いします。このシリーズは別に再生数に関係なく続いていきますのでよろしくお願いします。出張のアイデア募集しております。競馬場はでも本当にね、また行きゃよね。あ、京都競馬場だったね、うん、行かなきゃいけない。そうそうそう、シンガポール経由していきますか。シンガポール経由、シンガポール発券で、はい、だから海外発券だったら安いって言ったじゃん。ああそうですね、はい、だから関空に帰ってくればいいんだよ、シンガポールから。ああ、そっか、羽田、シンガポール、羽田から、そう、格安でシンガポール行って、はい、で、一回その関空に帰ってきて、京都競馬場行って、だけど、逆発見だから、はい、もう一回シンガポール帰んないといけないから、はい、往復だから、はい、で、また好きにしてもらっていい。なるほど、次回シンガポール競馬。あ、シンガポールは普通に競馬あるからな。ありますよね。そうそう、シンガポールはあるし、チャンネルが儲かってるやつはいくらでも行くんだけど。そんな感じで、はい、じゃあ、また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。